マルグリット・ジェラールはフランスのロココキの画家である風俗画や人物画を描いたフランスの南東部のグラースで生まれた父親はグラースで盛んだった香水の製造を行っていた人物であるジェラールが8歳の時姉のマリー・アンヌがグラース出身の画家のジャン・オノレ・フラゴナールと結婚した姉のマリー・アンヌもミニアチュール画家として知られることになる人物である 1775年に母親が亡くなった後、ジェラールはパリのルーブルに住む義理の兄、フラゴナールの家に住んで絵画や版画を学んだ。ルーブルでは多くの画家の作品を鑑賞する機会があり、ジェラールはオランダ黄金時代の画家たちの風俗画から影響を受けた。1785年までには人物画や風俗画家として高い評価を得るようになった。 フランス革命の後、サロン・ド・パリへの女性画家の出展が認められるように、なると1799年から1824年まで定期的にサロンに作品を出展した。生涯、独身であった。ありがとうございます。